ああ、これでマイクは入っているかな。もうだいぶ時間も経ってしまっているが、よいしょ、よいしょ、よいしょ、だいぶ時間も経ってしまっているが、これで大丈夫か。どうだ、ちょっとボー、ちょっとゲーム音が小さいか。よいしょ、これで行ってみましょう。まあいいや、ボリュームバランスはまあおいおい調整していこうって言って、まあ調整したことないんだけど、よいしょ、まあとりあえず始めていこうか。ケーシーズンに、あった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 、これこれこれ、あん、よいしょ、ライブ、これだ、よいしょ、こんな感じかな。よいしょ、よし、ようやくようやく始められる。ああ大変だった。英傑大戦の配信を、開始しました。よろしければご視聴いただければ幸いです。徹夜明けなのに加えてね、よいしょ、決裁戦だ。今日なんかあれなんですよ、ね、30分前ぐらいからスタンバってたんですけど、なんか配信のテンポ側の機材がどうも調子悪いということで、前帰ってるよね、前帰ってますよね。なんかね、テンポ側の機材の調子が悪くて30分ぐらい立ち往生食らっちゃったんですけれど、まあそういうこともあるよね。まああれよね、このゲームで勝つ回収に当たることに比べれば、ちょっと待った、いいのか、よし、よし、行きましょう。まあ何はともあれ、カードを登録してください。何はともあれ行ってみましょう。デッキが分かんないんでこのまんまです。すみません、いきなりです、すみません、ちょっとお水飲みます。わかんないんだよな、これ。ああ、よし、オッケー。あれなんですよね。デッキはわからないしさ。まあ、しょうがないことではあるんだけど、ちょっと、機材の調子が悪くて。来たね、お相手。どうしよっかな。あれが知力ダメージで、上杉謙信がいて、不平がいないのかな。こういう時にね、不平がいないのかな。序盤の動きづらさを際立たせるんですけれど、自陣に舞台を配置してください。どうしようかな。多分こう来るから、こうだな。使用する戦機を選択してください。で、あれなん、こいつがあれしてくるんだよな。どうしよっかな。兵力は上がったから、ちょっと待ってね。こっちだな、多分こっちだと思う。ちょっと序盤から分かんないな、これ。序盤から分かんない展開が、よいしょ、
生命を下げて、タワモが絶対、これまずい。ただ、よいしょ。タワモが撤退はしたが、はい。よいしょ。よいしょ、OK。で、まあ、開幕としてはね、そこまでは悪くはないんだけれど、あれだね、ただ微妙ではあるんだよ、はい、でここで落ちたら全部が台無しだから、我が命一つではない、はい、ウエスト入るんだ今足並み乱されるのは嫌だな、よいしょ、足並みを乱されるのは嫌だな、とても嫌だ、なんかね、矢面がしっかり機能していない、流派発動、さて参ったな、参ったな、ちょっと時間使わされすぎたね、よいしょよいしょ、連勝のエール使わされてるのが嫌だ、強い命だ、突撃いって、よいしょ、血がたぎってくる、でこっちを待機したいんだけれど、雷、いかと違う、武力の低い敵ってもあれだよね、うん、文殊がその位置にいるんだよ、クソ野郎にゃってなるとまあそうなっちゃうよね、で今のは痛すぎる、たまま下がって、柵だけ割れればとりあえず OK、 仕切り直そう、となるとリード取られてるのがマジで痛いな、リード取られている上にあれなんだよ、炎症をタイミングで打てないんだよな、マジきつい、とりあえず3の方を待機して、はい、ワンツースリー、青は必ず刺さった、島さんさんこんにちは、なんかデッキわかんないので前回のでやってるんですけれど、ちょっと だいぶピンチですね、これだいぶピンチ、ウルトラピンチ、相手の先陣は効果が切れるんだけれど、あれなんだな、はい、よいしょよいしょ、でよいしょ、消えゆく命、はい、これでただ相手のあの鬼もそんなには撃てないはずなんだよ、そんなにいいタイミングでは撃てないよ、あ、そっちの鬼、そっちの鬼ね、了解、剣心を逃してしまう、この市場に再び地獄を見せてやろう、あんまり良くねえな、山田 OK、 強い命だ、こっちも全滅待機かな、そいつを落としちゃダメか、これは流派発動、2の方とか待ってらんないっていうか、2の方を待っちゃうと最後指揮調整がうまくいかなくなるんだよ、うん、で23になったんで戦機解放で、あれはね、これ多分相手は大国なりで守ってくるんだよ、道を開けよう、ただ良くも悪くも
まだカウントはあるな、良くも悪くも。良くも悪くもまだカウントがある。これはいいと見るか悪いと見るか。で、あと1カウントで、1カウントじゃねえや、あと指揮1つで、よいしょ、我を退けるか。で、よいしょ、OK。 強い命だとすると、あれか、群衆の周りに、おっとやられた。お客さん、そしたら渾身ギリギリのタイミングで打って、ちょっと堂々とです。まあ、やりだす、ちょっとコメント拾うのがだいぶ遅れてしまったんで、やりださないとダメですね、どこのタイミングか分からなかったんですけれど、最後はとりあえずやりだしがうまくいってなんとかなった感じです。やりだしがうまくいったっていうか、運が良かっただけですけど、一の方大体この配信において俺が現役を取るっていうのはもう運が良かった結果なので、紙切れのごとく脆い白いな。まあ、最後の最後でなんとか勝てたら、あっつね、あれですね、なんか炎症の悪いところっていうのが全体的に出ちゃった試合ではありました。わらわの世界は完成しないのじゃ。炎症の悪いところっていうか、渾身経力の悪いところなんですけど、士気が超過してしまった時にどうやって対応するかっていう、その策がね、まあこのデッキは特に乏しいので、タイミングをね、士気級のタイミングをうまく逃されてしまうと、まあああいうぐったぐたな展開になってしまうという、なかなか最後結構運が良くて勝ったみたいなところも大きいので、まあまあまあラッキーはラッキーとしていただいておきましょう。ちょっとな、今月あんまりやれてないからな。そうだね、多分皆さんの手元にもそろそろあの5枚目の、私もあんまり炎症たまに使いますが、キバ1枚じゃないと。まあ確かにキバ1、俺もあの兵士ボーナスとか考えるとキバ1かなとは思っているんですけれど、あれなんですよね、速度上昇を最大限に活かせるのは騎馬であるっていう俺の考え方と、あとあれなんですよね、あの他の武将がどうにもしっくりこないっていうのがあって、まあ騎馬ににしてるんですけれど、まあ俺自身も正直騎馬にをちゃんと扱えているかと言われると、それはまあ扱えてないですね。上手い人はなんかほんとボッコンボッコン突撃入れていくんですけれど、上手い人はね、ほんと騎馬2枚で突撃ボーボー入れていくんですけれど、俺はなかなかいかないですね、ほぼほぼ乱戦してるだけですね。もうだったら弓と変わんないだろうって思うんですけれど、だったら紅葉を持ってる分今側の方がいいよなって。13位の方、高すぎ来ちゃったか、どうしよう。すいません、ちょっと一回お水を飲みます。自陣に部隊を配置してください。相手な剣豪が非常にやらしい。ここでこうでよいしょ、使用する戦機を選択してください。でもむずいな、これどうしよう。戦機がくっそむずい。高すぎか、やだな。高すぎもやだし、なんなら男の石もやなんだよ。こちらでよろしいですか。なんだろう、内藤以外は全部撃たれて嫌な計略なんだけど、なんかそういうことを言っていると内藤を撃たれて負けるんだよ。一番右から来てるのが高すぎ、了解。やべ、ね、生命ビリビリはちょっと効いてない。ゆうせ、
いしょ、よいしょ、そこだ。いや、危ねっていうか普通に入っちゃった。今ね、手元のローテーションがちょっと大変なことになってる。あえてこれね、陣を下げろ。開幕でリードを取るというのが結構至上命題ではあるので、また死ね。相手側からしたら開幕リードを取るのはかなりの至上命題なので、だいぶうまくやられたな、これ。よいしょ、はい、こっち。スープ、またのすけ、見て、文集で、こっちがあれなんだよ。あ、止まった、止まった、生命はまだ。で、よいしょ、どうしようかな、勝負をかけに行こう。あ、そう、ミスったね。お願いします。たぬきさん、わかっ、あれだ、運転中につく音声だけ、ありがとうございます。音声だけでも楽しんでいただけるならとてもありがたいです。よいしょ、で、炎症を打っていく。で、ちょっと炎症を場合によっては右にスライド。で、高杉を多分打ち返してくるので、で、シュノリドを高杉か。よか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 。まあ、運転中にね、このような配信を見て、まあ、その事故るってことはないと思いますけど、号令、招集団地の肝ったら、よいしょ、お見せしよう。何がやってくれ、色差がつくんだよ。よいしょ、あーっと、ダメ。何がやって色差がついちゃうんだよ。また死ね。まだ死ねない。開幕に取られたリードが嫌だな。クソ野郎が、開幕にリード取られてるんだよな。あー、炎症がな、ババーを落とす。高すぎ、強いな。バカな、もう終わっちゃったよ。秘密意とかいう騒ぎじゃないな、これ。離れたのはミスだったな。よいしょ、よいしょ。とりあえずこれだけは取っていきたいのだが、リードを取り返せてねえんだよな。これ玉もで守んなきゃダメなやつ、もしかして。道を開けよ。とりあえずこんな感じ。おい、ちょっとこれは玉もで守んなきゃダメなやつかな。なんとも言えんな、これ。そこだ、はい、よいしょ。流派、ほんとあれ普通部隊で炎症かな。ちょっと転び方がわからん。で、あえてはシュノリドを吐いてるので、お前たちの命俺が預かった。奮撃の采配、こっちだね。正直炎症打ちたくはあるんだけどな。まだ色差が2つある。だから相手式4なんだよ。消えろ、そこだ。いいぜ、つまらんだ。バッパ信春を、消えろ、軽落打てるんだよね、バッパ。ミス、ローテーションミスだね、これは。突撃ミスだね。陣を下げろ。待ってらんねんだよ。バカな、よくないね。お前たちの命、豚ゴリラさん、和骨です。ありがとうございます。和骨いただいたとこ申し訳ないですけど、これ負けそうですね、だいぶ。終わったな。天変来たげり、
うーん、っていうかこれちょっと舞台を無駄遣いしすぎだね。うーん、高すぎ、落としたタイミングでしっかりともうちょっと攻めなきゃダメだったな。ちょっとこれダメだな。どうやって守っかな。もっとしっかり守んなきゃダメなやつだった。で、弾もなんとか高すぎを分断したい。高すぎを分断していきたいんだけど、道を開けよう。人は時を選ばない。ないと。お前たちの命、俺が預かった。で、こっち。仲間。ただで死ぬと思うたか。待って。で、ワンツーで、式漏れちゃう、漏れちゃうっていうか、あの渾身からはずれちゃうんだけど、もうしょうがない、行くしかない。気高く堂々で勝利へ抜擢。信号が果たして間に合うかどうかやな。間に合わねえなこれ。見て、はい、つまらんね。つまらんか。で、これはちょっと致命傷だな。また死ね。はい、ゆうすけ、オッケー、陣を下げろ。で、最後多分すぐ頭スクールが打てるもんな、あれ。あーっと、てか打つ必要もないから。あれだな、途中高すぎ倒したところでもっとちゃんと足並みが揃ってなきゃダメだったなですね。まあ時間足りずですが、ちょっと足りなくしちゃったのが俺自身なので、ちょっとこれは大反省ですね。まあそもそもの話をしちゃうと、俺こういう号令デッキがなかなか苦手ではあるので、まあいや、まあ それは言い訳にならないな。それちょっとそれはやめよう。号令は確かに苦手だけど、道を開けよ。こうやって起用している以上は、まあただ号令の中では結構しっくりくるデッキではありますね。テンションの、もっか見るべき、その勝海舟に対してどういう風に出るべきかっていうのが未だに分かってなくはあるんですが、まあなんか全く勝てないっていう状況になるまでは炎症でいこうかなと思います。ただあれですね、特に新しいのはなしか。なんか前世紀の鎌田を使っていた頃はあの金プレートまでいけていたので、そこの頃にですね、14まで来ちゃいましたね。まあただあれですね、こういう風になんか使っていい、なんか使っていいじゃない、なんかこう使ってしっくり変わる、こんちくわ、ちくわ、ちくわは、定食ご飯さん、こんちくわ、ありがとうございます。まあ14まで来ちゃったんですけれど、まあ使っていいカードが、サドシさん、和骨、ありがとうございます。そのマークを和骨だと俺は信じます。あれですね、まあプレートの、まあ神々ですね、俺は、まあ、基本神々ですね。調子上げていきましょう。ありがとうございます。なんとか調子を上げられるように。おっと、過去の自分来ちゃったよ。過去の自分、過去の己がやってきた。さてどうかな。過去の己がやってきた。舞台化式、A 式で、まあ使ってしっくりくるカードが来ない、 あれですね、使ってしっくりくる契約が分かんないバージョンっていうのはどうやってもプレートっていうのは落ちちゃうので、あー、いつ過去の自分に戻るかですか。あれですね、勝海舟に対して何か、勝海舟に対して何か方策が決まれば過去の自分に帰りますね。ちょっとそれまでは過去の自分厳しいかなと思ってますね。こっちかな。で、大木孫権の可能性。ああ、なんか孫権って結構皆さんが可能性を感じてるっぽいですね。個人的にはあれですね。
大きな時間が短すぎて自分ではなかなか種付きになれなくて、なかなか積んでるんですけど、よいしょ、はい、まあ大きな時間さえ、大きな時間さえなんとかなってくれるなら俺も大きい尊敬というか、特に尊敬はありな気が個人的にはしてますね。お相手の方すごいな、技巧とかないんだけれど、もう衝撃ブンブンされまくって、よいしょ、こっちのあれが、ソーファゲージが、ソーファゲージじゃねえ、あれだ、流派ゲージが全然溜まってない。大木尊賢もね、個人的には俺もまあ可能性感じてないでもないんですが、こっち痛い、こっちかな、痛い、こっち、あっと計略を打つ前にこういうのは良くない、ね、ただバカな、ちょっと確かに今のはバカげたプレイングだったね。風魔小太郎に玉も落とされるのはまずいんだけれど、よいしょ、舐めたらあかん、てかこれな、舐めなくてもあかんですね、これ舐めなくてもあかん。流派発動、1の方、道を開けよ、とあれ氏康から対処していかないと、まあそうくるよ、戦運が心を燃やし、声なき声がこの剣に宿る、はい、相変わらず相手に打たれる分にはっていう、うぐいすの声、まあ、はい、よいしょ、ただで死ぬと思うたか、ただね、これただで死な、ちょっとただで死んでしまったかもしれない、よいしょ、よいしょ、まあ、5枚だと1、ああなるほど、大木尊賢で5枚ってことです、確かに俺はあれですね、もう4枚しか使えない人なので5枚っていう卓がそもそもなかったんですが、確かに5枚だったらお1はありかもしれないですね。すっげー嫌な感がする。戦運が心を燃やし、これで色差ゼロ、声なき声がこの剣に宿る、これで色差ゼロなんだよ、気高く堂々と勝利へ爆心せよ、炎症は前へ、よいしょ、あ、ダメか、もう 何が起きてるのかさっぱりわからない、やばい、何が起きてるのかもうわからない、ウージャさんと、よいしょ、で相手は戦うとかいう変な人がいるので、まくれてなかったか、バカな、大チャンスだったんだけどな、あと20何カウントか、ちょいと厳しいな、っていうのも式がタイミングが悪い、とにかく式のタイミングが悪い、式のタイミングがとかく悪い、道を開けなさい、はい、で2の方で2の方
4枚だと、損策ハンデ、あっと魔物が入って痛い、これ痛い、堂々と勝利へ爆心やっちまった、まあ、確かに4枚だとありです。損策ハンデあれなんですよね、ハンデはもうシンプルに強いですよ。俺はね、なんか扱えないんですけれど、なんか俺が扱うと弱いんですけれど、でも三作ハンデはなんかシンプルに強そうです。ね、いろいろとミスってる気がするぞ。よいしょ、やりよい、よいしょ。で、忠勝のそんなに回らないはずなんで、よいしょ、はい、どうなるか、分子が落ちる、連勝が入ればなんとか、技巧6、確かにそれは強そう。あれなんですよ、俺もハンデ使えたら、ハンデ使いたいんですけれど、なるほどね、三作ハンデか、確かにありな気がするな。あれですね、なんか2種の速度上昇があってすごい強そうです。なんですけれども、あ、 5.5、ハンベ孫策で呼んで、なるほど、孫権が、そっか 1.5 か、あれですね、ま、個人的にはハンベはね、なんか俺が使うと弱くなってしまうので、なんかためになるアドバイスができなくて本当に申し訳ないんですけれど、でもあれですね、もし仮にそのデッキに当たったら俺はすごく嫌ですね。少なくともあのこのゲームの基本である、あの対戦相手が嫌がることをするっていうことはすごくできている感じのデッキではあると思いますね。そしてまあなんとか勝ってはいったけれど、あれなんだよな、自分がオジアス使ってる時にも思ったんですけれど、炎章ってフルパワーで打ったところで場合によっちゃ結構式7のオジアスで守られちゃうので、生命を今中松平に、松平はまず鉄砲は俺使えないので、松平は却下で、ちょっとハンドスキル的な意味で松平は却下になっちゃうんですけれど、今川は確かにめちゃめちゃ迷ってますね、めちゃめちゃ迷ってるんですけれど、あの今川にした途端に両フケミアに当たりそうですごい怖い、自分は5枚から5枚なので4枚が、なんかそういう方って結構多いですよね。なんか俺からすればあの、過去の自分リターンズ、過去の自分リターンズ来たね、過去の自分リターンズ、使用する流派ってこちらでよろしいですか。過去の自分リターンズ来ちゃって、これすごいな、ウジアスを使っているっていうところがまず過去の自分だし、自陣に部隊を配置してください。でしかもあれよ、ウジアスだけじゃなくて、そのなんか2色にしてでも玉もピンで刺しているっていうところも過去の自分だわ。使用する戦すごい過去の自分リターンズ。あ、すみません、ちょっとお水飲みます。こちらでよろしいですか。わらわの一番気になる、4枚は盤面の使い方、なるほど、俺はもう逆に4枚の盤面の使い方しかわからないっていうタイプですね。そしてあれですね、勝ちましたねと、まあ言っていただけるのはとてもよいしょ嬉しいんですが、勝ててますかねこれ言うほど、よくない、よいしょ、マジでよくないこれ、
炎章を生命で守っていく。時代的にはあれかな、あれだ、平安時代、あ、いや三国志のがずっと前か。さて、勝ちましたねというコメントをいただいたんですが、あまり勝てていないような気がしますね。これ仲間はどこだと言われても、言うほど仲間がいる盤面でもねえんだよ。さて、お策を割りに行きたいんだけれど、お策を割りに行きたいね。よいしょ、はい、消えろ消えろ、はい、宇治康千雲が心を燃やし、どうしよっかこれ、声がこの剣に宿る。てかこれさ、沢本あれが刺さったりしないよね、はい、よいしょ、生命が入ってね。気高く堂々と勝利へ爆心せよ。生命が入ってねんだよ、消えろ。なのでよいしょ、ここはね、なかなか良くないね、良くないね、バカな、はい、よいしょ、で、相手の宇治康を、よいしょ、相手の宇治康をストップさせる、天気解放してくれたのはちょっとありがたい。まずは落ち着きましょう。そうですね、落ち着きたいところではあるんですけれど、となるとこうかな。これ俺も天気開かないとダメだ。武力が同じ、そうなんですよね。俺が自分で宇治康使っていたから分かるんですけれど、式7で式級と同じ武力作られちゃうんですよ。宇治康が撤退というか、盤面から消えてくれりゃいいので。よいしょ、氏康が盤面から消えてきてくれればいいので。よいしょ、入っちゃった、やっべ、俺が行ってぶっ潰してきてやろう。やばい、これはちょっとマジ致命的なミス。あそこ弾の潰してもよかったから、ここは入れちゃいけないところだったんだけど、とするとちょっと何をしてくるか分かんねえ。これはだいぶ致命的なミスだ。マージはちょっと致命的なミスだ。おい、一つかな、はい、スーンが心を燃やし、声なき声がこの剣に、じゃあおい、野望の光、輪廻のささやき、ウミスの声、まだあと40しかんとあるんだよ。よいしょ、よいしょ、これで縄文はカバーできている。ほい、たまもの交渉とかはもうこの際気にしてる場合ではないと言いつつ、で宇治康さんね、唯一の弱点はそんなに長い経歴ではないというと、そうですね、この剣に宿ると言いつつ本人は槍兵なんですけれど、ただあれですね、もし剣豪だったら俺が扱えていないので槍兵であることに感謝です。3人まとめて出して、で宇治なんとかを開運よ、悪に天罰下しなさい。これ炎章すごいね、よくピンで狙ったね君、マジすげえよ今のハンドスキルは、今のピンで狙うスキルはマジすげえよ。今のピンで狙うスキルはすげえ。
ピン炎症。気高く。いや、失敗だな。大失敗だな。勝利へ爆心せよ。ですね、宇治は競ってないっすね。まあ、競ってはいるんですよね、自分で使うと。自分で使うと宇治は競ってるんですよ。自分で使うと宇治康は減ってるんですよ。ただで死ぬと思うたか。なんかピン炎症がいい働きをしているね。もしかして炎症というのは友達がいない方が力を発揮するタイプ。よし、入った。でかいね、これはでかいね。よいしょ、はい。で、なんか勝ちましたね。過去の自分に戻る時が来たかと正直俺も思ったんですけれど、まあなんとか過去の自分に勝つことができましたね。正直ね、あの過去の自分デッキの方がすごく自分らしいなとは思うんですよ。あのお相手のやっていることの方がすごく自分で、なんか俺らしいことをやっているなと思うんですけれど、ウージアス使ってる。あ、過去の自分を壊したにパシパシ、ありがとうございます。嬉しいです。まあ、過去の自分はなんとか超えつつ、ただあれですね、この炎症もまた過去の自分になる日が刻一刻と近づいていると信じたいですね。こんな勝たせてもらっておいて言うのもなんなんですけれど、炎症って結構、あ、ペシペシ、ありがとうございます。炎症結構つなぎなデッキなところもあるので、なんか俺の色であるそのゴリ押しというのをしっかり出せるデッキが見つかるまでの、なんかつなぎみたいなところあるので、まあ炎症も過去の自分になってしまう日がまあいつかは来ると思うんですが、まあそれまではなんとか勝たせていただきたいですね。まあそのこんな勝たせてくれている武将に対して、このゲーム楽しむなら自分、そうなんですよね、このゲーム楽しむなら本当自分の色を出すのが一番なんですけれど、宇治安さん、まあなんだろう、宇治安さんが自分の色に近くはあるんですよね、実際なんですけれども、前バージョンの終わりぐらいからやっぱ宇治安さんも何かが違うなっていう風に自分で思っていて、で何が違うのか分かんないままこのバージョンを迎えてしまって、でこのバージョンでは宇治安さんがいよいよ下方修正されてしまったので、まあちょっと新しい自分の色っていうのをちょっと探すバージョンになってます。あれですね、多分出ないだろうけれど、紫に、おっとおっと、甘かすわらはすごいですね。甘かすわらはハンドスキルすごそう。めちゃめちゃハンドスキルすごそう。甘かすわらはすごいハンドスキルだ。俺はちょっとハンドスキルの問題で絶対に使えなさそうな甘かすわら。まあそもそもね、わらを使えないんですけど、俺はスキルの問題でね。使用する戦機を選択して。さってこれ戦機がむずいんだよな。ね、多分だけれど、こちらでよろしいですか。戦機むずいんだけれど、万全の状態で炎症を打った後に白ギアで打たれる王騎を、多分王騎に武力負けしかねないので、効果時間1カウントぐらいしか変わらないもんね。1カウント変わるか変わらないからなんだ。炎症が 7. 何カウントで、王騎も確か 6. 何カウントあるんだよ。わらわの一番綺麗な英傑で、 6. 何カウントというのは自分で使うと短いけれど、相手が使うとめちゃめちゃ長い、そんなカウント。ね、まあ右の王騎は無視しつつ、まあ、生命がなんかわかんないことやってる。
ね、伏兵ラジオはずっと来たかったんだけれど、うまくいかないね、これ。だいぶまずいね、これ。バカな、だいぶまずいね、これ。これ、文州が帰れないんだよね。ただ、陸奥洋之助も一瞬落ちたので、それだけはグッドなポイント。ただ、あれだね。まあ、修繕の一発はもうしょうがない。修繕同期はもうしょうがない。ただ、武力6の。あー、なるほど。武力6で荒らしてってか鉄砲で荒らしてよいしょ、ああダメか、鉄砲で荒らして、ああダメ押しで、なるほどね。でも俺そういうのすごい苦手ですね。そしてなんかぶっちゃけそういう風にやられるのはすごい苦手だし、何々が苦手っていう戦法を能動的に取れるっていうのはやっぱ大事だと思います。ここでタイミングずらされてんだよな。よいしょ、よいしょ。洋之助、あんたらの考えなんぞお見通しだ。外装の才覚、ただそんなに広い計略じゃねえんだけどな。ギリギリでもう撃っちゃう。気高く堂々と勝利へ進出。指揮者が3、あえてはあれなんだよ、武力上がってるわけじゃないんだよ。寝てないとダメか。よいしょ、はい。で、たまのが、色差さんついた割にはダメか。あ、入った。神切れのごとく脆い城って言うけれど、こっちもカウンターに対して脆いような気がするんだよ。こっちもカウンターに対して紙切れみたいに脆くないか。よいしょ、はい。洋之助は落とした。なんかこっちはこっちで泥仕合になってますね。なんか泥仕合戦法を取ってるわけではないはずなんですけれど。よいしょ、文州が落ちる。ただお相手、こっちのキー計略である炎所を後に落とすっていうことをしっかり徹底されているので、これ炎所じらしてるね。おっと、今のは多分大きく入るつもりじゃなかったんじゃないか。3の方、寝てないとダメか。ワン、ツー、スリー。よいしょ、多分今のは多分大きで守りに行くつもりだったんじゃないかなと勝手に思ってる。我が覇気、三千世界を制してくれようぜ。これは多分お相手のミスに救われましたね。ラスト、あの炎章のところで大きで突撃で守りに行くんだと思ったんですけれど、多分手元の操作ミスで大きが城に入っちゃったんだと思うんですよ。まあそうですね、やはり最後はご利用し、まあ、言ってしまえば俺なんてご利用ししかできない人なので。ですね、まあちょっと無理して守った感はありますね。これ俺このゲームが始まってから結構ずっと思ってることなんですけれど、三国志大戦から入った人って、ああ縄文だけど、ああそれはありますね。縄文だけでよかった、それは確か。ちょっと待って、ちょっと待って、カードが あった、びっくりした。出てきてないかと思った。危ねえ、引っかかってた。確かに、よいしょ。ゴリラ、まあゴリラ戦法でしたね。結局のところゴリラ戦法しか俺はできないので、ゴリラ戦法しかできないので、一つではない。なんならあれなんですよね、あそこで俺文州打とうかだいぶ迷ったぐらいですし、まあ文州はあれですね、炎章の兵力は回復しないので、それで結局打つのやめたんですけれど、だいぶゴリラな勝ち方で
まあなんとか勝たせていただいたってところです。で、あの三国志大戦がからこっちに移ってきて、だって文書は向上力がありますが中華が低いので、そうですね、どっちもまあ向上力はあるんですけれど、全体的にやっぱ炎章の方が優先度高かったので、あーと号令適正がないから、あーと俺も確かに普通の号令適正はないですね。ついでに言うと藁適正は全くないです。藁適正全くないので、もう藁が使える人は本当羨ましいし、あーこれはね、これどうしよう。まあ流派は上がってんだよ、流派は式しかない、これは。あ、これってもうどなたかの名前がもうついているくらい有名な方なんですね。この熱盛が入っている方ってもう名前ついちゃってるんですね。へえ。義朝か、シンプルに義朝がやだ。で、効能がすごいな。で、どっちかなこれ。こっちかな。え、マジっすか。公式に出ている。いや、あれなんですよね、これ今日の徹夜明けだったりしたりするのは一目に仕事が忙しいからなんですけれど、仕事忙しすぎて英傑大戦前のニュースを全く見れてないんですよ。なので、よいしょ、はいはいはい、よいしょ。今のは完全にラッキー。貴様を殺す道具がある、貴様を殺す道具があれば、そんなものは心は折らねえ、心を折らないでゆっくり。ただ相手結構攻撃はとんでもないことになってるから、鎌田がいやらしい陣にいる。鎌田がいやらしい陣にいる。文集が落ちたりするんだけど、鎌田一発入れたんで帰ります。これはね、多分で集まりが落ちる、落ちた。やっとるか、マジっすか。レン、あ、ほんとだ、君主名がレモンさんだ。もうこのデッキの考案者の方なんですということは、もうこのデッキを誰よりも理解している方っていうことなので、それはちょっと気合を入れてかからないと、まあ、気合を入れたところで実力が変わるかって言ったら変わんないんですけれど、あーんでね、結構まずい状況だねこれ。仲間はどこだ。というのも、タイミングが良くない、タイミングがマジ良くない。道を開けろ。やっぱあれだな、指揮調整できる計略を言うべきかなと、こういうの見ると思っちゃうな。で、あれだよ、指揮調整できる計略を入れるべきかなと思っちゃうよ。よいしょ、あーダメだ。なので、よいしょ、はい、清盛、義朝、俺たち武士の底力を見せてやろう。11清盛、それは何も打たないで守ることは不可能。血がたぎってくるんだ。いや、一発突撃をもらってからの方が良かったな。ただなんだかんだで痛い、弾の準備、まあさすがにこれは無傷じゃ守れねえな。よいしょ、清盛とかすごい弾を警戒した、弾を警戒したセッティングだね。野望の光、輪廻の支え、自分ってやった時は純粋に、
ぬあれって死ぬと思うたか。で生命が落ちるのは聞いていないので、ね、狙うなら清盛かな。よいしょ。てか城西流派であのデッキって、3の方、このデッキって城西流派で成り立つんです。まずそれに驚きです。どうも城西だったという報告があるんです、あるみたいですが、清盛を落として、心はおらねえ、心はおらない。で生命は1回下がって、でこんだけ兵力が回復すれば十分でしょう。よいしょ、生命上がって、よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ、はい、で全員入った、 OK。 気高く堂々と勝利。で色差は一つしかないので、それに気をつけながら、よいしょ。ただ相手はまだ戦機を吐いていないので待機だね、待機だね。あとは頼んだぞ、あと頼んだぞ。流派発動、ワンツー見ろかな。ね、アッパーしてるし2色で最大10なんで、さっきなんかね式11で打たれたし、流派の位置をお相手に打ってるみたいなので、なのでうん、まあそうくるよ。あれですね、アッパーしてるし2色で最大10、お相手が多分流派の位置を打っているので、多分ここで下手したらマックスの清盛を打てます。おっと削りきった。我が覇気で完全世界を制してくれようと、まあなんとかゴリ押しが通用しましたね。武力的に、あ、そっか、そういうことか。あ、城西流派は式最大10だけれど、そっか、定食ご飯さんが藁を使ってらっしゃるから、あ、素晴らしい、パシパシありがとうございます。そっか、定食ご飯さんが藁を使ってらっしゃるから、それなら清盛の銃でも大丈夫って、そういうことか。ああ、なるほどね、やはりゴリラが一番、まあ俺はゴリラしかできないので、まあゴリラしかできない身としては、まあゴリラを信じるしかないですね。まあ宇治安に戻りたいなと正直俺も思っていて、宇治安さんで考えてるんですけれど、なんかいまいちしっくりくる宇治安さんが来ないんですよ。前にその宇治安忠勝の方を思いついたときは、そう宇治安忠勝龍虎陳宮っていう方を思いついたときは、なんだこれって思いつつも、これだなっていう感触はあったんですけれど、もう最近これだなっていう感触が全くなくて、マジどうしたもんかなと、なかなか自分らしい出来は出てこないです。すいません、ちょっと水を飲ませていただきます。対戦相手が決まりました。相手があれか、噂のあれだよ、ね、俺が使ったらすごく弱いんだけれど、普通にやったら強いデッキで、あれだ、よいしょ、こうかな。俺が使うとね、あの形の毛利はすごい弱いんだけれど、相手に使われると強いんだよ。そして宇治安さんなり、まあ、確かに特に藁とかだと宇治安の、まあ、宇治安自体特に守りはめっちゃ強いですし、
まあ、やりようによっちゃ攻撃力もボンって作れたりするので、我で対処するのなかなか大変ではありません。そして相手指サーチうまいな、やるね。間に合うかな、あ、まあ、全然間に合う。ね、でもね、俺の狙いはね、俺の狙いは、よい、俺の狙いは柵なんだよ。よいしょ、よい、もう檻が取れるか、もう檻取れると話がでかいね。話がでかいってなんだろう。炎症が落とされるんだけれど、まあ、いずれにせよちょっとこのタイミングでは攻めづらいので、まあ相手に弓がいると、弓元成の息子3人がまあただあれよね、グレタにしてもさ、あの武力9とか言ってしまえば前田利家と同じ武力なわけでしょ、武力9とかって。その強さまでグレてくれるならいっそのこといいんじゃないかなと。そんだけ強くグレてくれるならさすがにこのラインじゃ狙えないよ。大視点がごとき、大視点がごとき有力、どうしよっかな。こっち3本の矢折れないでひよってるやついる。ちょっと今やばそうです。3本の矢折れなさそう。いって、ちょいますね、3本の矢を、3本の矢折れないでひよってるやつここにいますね。この形に持ってっちゃいけないんだけどな。お前たち、あれだな、我が大いなる策の、この形に持ってっちゃいけないんだよ。この形に持っていくのが一番ダメなんだよ。まさにこの形に持っていくデッキなんだよ。当たりと投機は勝ち、それだけのことだ。あれなんだよ、俺自分でやるとこの形に絶対に持っていけないんですけれど、これな、一番やっちゃいけないやつだな。式7しかな、こっちの式8しかなかったから籠城策、いやでも籠城策を取るにはちょっと心もとなさすぎるリードだった気がするな。攻防プラス何かでひっくり返されるリードだったから。進軍しますか。あそこは戦機打って炎所が、ですね、戦機打って炎所が正解でしたね。ですね、次からそうしますね。もう次からそうしましょう。ちょっと正直あれ、毛利も隣撃たれた時に何していいか分かんなくなっちゃって、でなんかお茶人押し的に文集を打って、でまああのような結果になってしまったんですけれど、そうですね、戦機打って炎症が正解でした、ね、そっか、なるほどな、ですね、戦機打って炎症が正解でした、ね、ですね、あのタイミングがちょっと前に出るタイミングではなかったですね。それもまさにそうですね、ちょっと何もかもいろいろ間違えてしまった試合でした、ね、さてまあちょっと気を取り直していこう。なんか似たようなデッキだな。さっきよりはグレてないみたいな、気よりはぐれてない。まあ式だよ。さてじゃあさっき言われたことを気をつけながら、相手の式とこっちの式が同じだから今回は、
序盤は相手の指揮イコールこっちの指揮なんだよ。それを意識しながら、さあってお相手舞台か指揮かで迷ってるから、指揮、まあそうだよ、確かにもう重くクソ前に出過ぎでした。遠視を使ってるとどうしてもなんか前に前に前のめっちゃう癖がついちゃうんですよね。さて、まあなんか今さっき負けた相手にもう一回当たるっていうのはなかなか緊張する場面ではあるんですが、まあちょっと今回はしっかり勝っていきたい。さてお相手はちょっと時間を使ってしっかり布陣して、まああれだよね、編成に弓がいると単純にこう置くのに時間がかかるっていうのがあるし、さてどうなるかな。序盤はとにかく自分の指揮イコール相手の指揮なので、あえこっちの指揮が7くらいのタイミングっていうのが相手にとってのベストのタイミングなので、そのタイミングで戦場中央でぶつかるとかそういうことがあってはいけ、おーっとなるほどね。なるほどな。あっとダメだった。戦機これ絡めてくるかな、どうだ、微妙いな、兵力的にだいぶ微妙いな。狙い撃てと、こっちは狙い撃てと、そう入れられちゃったね。よいしょ、毛利元就を落としたかったんだけれど、相手にも信繁がいるから、相手にも信繁がいるんだよ。だからあんまり無理しちゃうとこっちの文集まで落ちるんだよ。それを嫌って今前に出なかったんだよ。そしてこのタイミングよな、このタイミングよな、そろそろだ、そろそろだ。で戦機絡めてそろそろいけるっていう、戦機絡めて、了解、じゃあじゃあアドバイス早速生きるよ、アドバイス早速生きるよ、戦機解放からの、でよいしょ、本心気高く堂々と、よいしょ、勝利へ爆心せよ、爆心模範アンサーせよ、よいしょ、はい、で最近っぽいねこれ、でやった、よいしょ、もう一度頼む、最近っぽいので潰していきましょう、武力で潰していくよ、再起だね、よいしょ、この俺再起だね、とはいえ相手はこっちの指揮プラス2か2だね、プラ2かとすると今4だから、今4ブイーン、紙切れのごとく脆いしろ、問題は守りよね、どうやって守っていくか、一発は入れるつもりだったんだけど、生命が刺さってしまう、うまくすれば毛利元就に落とせたんだけれど、竜波発動を、ワンツースリー、三の方、戦機の打ち合いにはなったんだけれど、これあんまり美味しい交換じゃなかった、どうすっかな、どうやって守っかな、これやばい、守り方がない、
4はさすがに前、4はちょっとね、道を開けよ。中はどこだ。毛利元就、視点が如き幽霊。こう、こうだ。竜発動。二の方は正直打ちたくないんだけどな。正直なところ打ちたくないんだけどな。というのも相手が3の方を打ってる。天変来たね。天変マジ来ちゃったから。気高く。これで色差が。勝利へ爆心せよ。相手が3の方を打ってるね。多分4ぐらいあるんだよ。だから多分ね、どっかですごく無茶な守り方をしなきゃ。で、どっかで無茶な守り方をしなければいけないタイミングが出てくるんだよ。よいしょ。毛利を落とす。塾でやった。よいしょ、オッケー。マイキーよ。どっかで無茶な守り方をしなければいけないタイミングが出てくる、これ。取れるだけ取るしかない。取れるだけ取れ。弾もどうする。やはり炎症、まあ俺もやはり炎症と言いたいんですけれど、相手の部隊が戻ってくるのが早いか、こっちが削り切るのが早いか。弾もが落ちたら終わりなんだけれど、いずれにせよこれ落とさなきゃ終わりなんで、弾もは戻さない。よし、OK。我が覇気で、残念世界を制してくれようと。あれですね、まさにアドバイス通りでしたね。戦機打って炎症っていうパターンにしたら勝てましたね。まさにアドバイス通りの展開になりました。再起で相手が出てきて、出てきた瞬間くらいまでは炎症が持つかなと思っていたんですが、ちょっとそれはちょっとダメだったんですけれど、ただまさにアドバイス通りの展開になって、本当やっぱリスナーさんの力ってすげえんだなと改めて思いますね。これリスナーさんの力すごいっすね、マジで。これ一人じゃあの対応できなかったです。これ絶対これ配信つけないで一人でやってたら、なんか2回連続同じ負け方をしてへこんでいるところでしたよ。いやー、やっぱリスナーさんのアドバイスは聞くもんですね。一つではない。もう本当アドバイスありがとうございます。もう本当よく出会いがあらんこと。なるほどね、合わせればよかったわ。すいません、ちょっとお水飲ませていただきます。カードを登録してください。対戦相手を探しています。でしょ、まあ確かにそうまさにそうなんですね。本当それはそうって返すしかないですね。本当にありがたいですね。もうドヤ顔が許される。まあ、あれだけ綺麗にアドバイス通りに決まってしまったら、もうどんなドヤ顔も許されてしまう。魚太郎さん、和子さんありがとうございます。清盛か。残り時間が30分くらいなんですけれど、楽しんでいただければ幸いです。そしてね、清盛かマヒア、マヒア反逆、清盛か。あれだな、清盛か。自陣に部隊を配置してください。どうすっかな、これ。どうすっかな、マジ。柵とかは特にないから、こうだな。こうかな。使用する戦機を選択してください。清盛か。正直な清盛、自分で使うには計略のスペックがあれなんですけれど、相手に使われる分にはきついっていうか、清盛って清盛の周りが強くないですか。清盛自身はそんなでもないような気がするんですけれど、清盛の周りにいるやつならやべえんですよ。
それ。なんか、なんかなってる。それ。ダイヤの清盛。ちょ。打つのがうめえな。炎症は多分落ちるな、これ。はい。炎症が落っこちるな。安倍の生命で受けることには成功した。正直こういうのは迎撃が怖いから二度とやりたくないんだけど、ただタイミング的には何とも言えないタイミングだな。よいしょ、こうだ。タイミング的には何とも言えない。集まれ正則のダブル弓が、ただこれ相手反逆の申しだけで守ろうとしてない、もしかして。いいだろう。マジか、見てなかった。正直気にすべきところが多すぎて、ちゃんと撃つでしょ。やばい。まあでも撃つしかねえんだよ。気高く堂々と勝利へ。やっべー、やっちまったよ。乱戦中も刺さるんだ。無冠の若造なら、我が名は音楽とならん。我が名は音楽とならん。ただ、さあ、首を取れ。刺そうとしてるね、君。よいしょ。ただで死ぬと思うか。このが理想に。炎症は入る。ただこれまずいね。色差がただでさえ5ついてる上に色差5プラス流派発動。流派発動。そう、3の型がある。3の型。さすがにこれ頼むだけじゃ守りきれねえよな。文集が入ってきて、で、ここだけじゃ足んねえな。バカな。棒が入ったので、まあ文集をずらされていく。これ式相手どんだけある。一つではない。多分12はあるよね、これ多分。もうすでに12はあるだろう。道を開けよ。もう12はあるだろう。流派発動。さ、15を炎症で受けなきゃいけない。4321行きましょう。行きましょう。俺たち武士がこのでっかい天下を持ち上げていく。そしたらね、こうで、ほら、間違えた。天気じゃないんですよ。違う、牛鼻には打ってから天気を打つつもりだったんだよ。やばい、地獄の4カウントが始まっちゃう。ああ、間違えた、やっちまった。渾身が打てない。やっちまった。今から飛びはしない。やっちまった。堂々と勝利へ爆進する。人間50年って。なんか。なる。てかそれって熱盛り、そっか。熱盛って言ってたもんな、そういや。本当だのぐらいがね、やっつる。来たね。すごい、終わる。やべ、ま、ちょ、今のはないでしょ。すごい、コメントで人間50年って言ってほしかったっていう洒落たコメントをいただいたんですけれど、死者を共に戦い抜いた者をねぎらって
なんか洒落たコメントにちょっとまともに返せないぐらいひどい負け方をしました。あるいはプランとしては竜派の2を打てば渾身をフルパワーで打てたので、渾身は竜派の2をまず打って、でフルパワーの渾身を打って、その後戦機を絡めて守るっていうプランだったんですけれど、最初に戦機を打ってしまったがために、あの士気が上昇しちゃって、それで渾身が打てなくなってしまった。やってしまった、私は最近柴田の前出し、マジっすか、この時代に柴田を始められた、それはなかなか、やべ。まああれですね、柴田も飛び道具がいるならば全然ありだと俺は思いますね。俺が動画を上げていた頃の柴田って、てかまあ俺が動画を上げていた柴田ってもう飛び道具なしの槍と牙だけの編成だったんですけれど、よいしょ、飛び道具なしの槍と牙だけの編成だったんですけれど、やっぱ昨今の情勢を鑑みるに何かしらの飛び道具が必要だなと思うんですが、まあ逆に飛び道具があるなら全然柴田をやれると俺は思います。ちょっとまあそんな感じで柴田にコメントをしつつ、ちょっとさっきの負けひどすぎる、ひどすぎるな。ちょっと一旦お水飲みます。対戦相手が決まりました。おっと、柴田の前出しを始めたというコメントをいただいたら柴田が来た。しかも飛び道具もりもりなんだけど。使用する流派を選択してください。孫権がいんな。こちらでよろしいですか。孫の権がいるな。開幕はとにかく柵を割っていくこと。柴田は守りでは使いづらいんだよ。まあ理想前出し取っておけ。刑事、刑事ですか。俺もね刑事考えてるんですけど、刑事以外のキャラクターがどうにも思いつかなくて、デッキ分かんなくて悩んでますね。刑事か宇治安さんかどっちかで組みたいなってやっぱ未だに思ってるんですけれど、未だにちょっとどっちにすべきか分かんないし、すいません。で周りの武将もどうすればいいのか分かんないので、ちょっと悩んでますね。こちらでよろしいですか。騎馬は地風じゃない。あ、刑事に地風がくれて刑事ロケット、まあ四季後の計略ですからね。あれ地風の笑いが2連続で出ましたが、まあなんだかんだで凶悪を断絶し不祥を屈辱する。よいしょ、刑事にとんもおっと、おまっちゃん、よいしょ、刑事にどんぶり持たせた。なかなか面白い、それがどんな意味であれなかなか面白い感じなの。よいしょ、あーっとやられた。よいしょ、ね、担いで落としきれない。よいしょ、はい、柵だけ割れりゃ贅沢は言わん。はい、弾も返ってきて、柵だけ割れれば贅沢は言わん。なんで生命そこで止まってる。なんだけど弾が落ちそうだな。痛い。ただで死ぬと思うたか。ただ勝家が微妙なタイミングだな。刑事と核、あれですね、テクニカルなやつは俺正直あんま使えないんですけれど、よっと、テクニカルなやつはあんまり使えないんですけれど、よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ、はい。でこういうところで文集を売っていく、あれですね、
孫権、なるほどね。あれ以上前に上げちゃうと、あれ以上前に上げちゃうと、もう柴田が起動しちゃうんですよ。で、柴田を起動させちゃうっていうのは、なんだけれども、後ろの二部隊を落とせないっぽいな、これ。絶対に落とさなきゃいけない。後ろの二部隊がまあ落ちない。流派発動。でも柔軟カウントだよ。柔軟カウントだからここは帰った方がいい。所詮は柔軟カウントだよ。だから勝家ない状態でのそのカウントだから普通に。でよいしょ、炎症の兵力が回復したら前に出る。これで士気の差はなくなったので、士気さえいずなくなったので、よいしょ、はい、勝家、なるほど、だったら戦機を絡めてもう炎症を打ちます。もう炎症を打ちます。もう打ちましょう。よいしょ。じゃないと武力負けしてしまう。勝利へ爆心せよ。よいしょ、はい。死に食わん。はい。で、玉もでマウント取ってけ、おい、けい、あれだ、1個色差がついて、その後3つだから色差は2つか。血をすまんと、おい、3の方、これで色差は少しはマシになる。おまっちゃん、オッケー、もっと、はい、星と星とをつなぎ和合をなす。私の望みはこれ。生命の落城ゼリフを初めて聞いた。あれなんですよね、安倍の生命って俺名前はさすがに聞いたことあるんですけれど、あ、完璧な勝ち方、ありがとうございます。嬉しいです、そういうことを言っていただけるととっても嬉しい。まあ、中盤で柴田を打たせなかったことはちょっとうまくいったかなと思ってます。あれですね、安倍の生命って俺さすがに名前は知ってるんですけど、どんな人物だったかは分かんないんですよ。強すぎ、まあ計略強いっす。あのラインから打つ炎症はなかなかに止まりづらいですよ。で、3時までなので次の一戦でラストかな。この一戦でラストっぽいっすね。よしですね、孫権やっぱ扱い難しいっすね。まあ最初の相手がやろうとしたみたいに、あれおっと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 、天下フグ来てくれた。最初に相手がやろうとしたみたいに、なんか後ろにいる部隊だけ残すとかそういうことをやるのか、あるいは、まあ、多分一旦引いて開幕楽場で2戦に行けると、まあ、このデッキで開幕楽場できたらまあ大したもんだと思いますね。正直俺も開幕楽場のパターンが欲しいんですけれど、開幕楽場に行くパターンが欲しいんですけれど、あのなんか絶対に出ないとは思うんですけれど、紫に 3.5 コストの槍が出れば、あの文春の枠を 3.5 コストの槍にして、あーっとランカー来ちゃったよ最後の一戦とか言うからさ、最後の一戦とか言うからランカー来ちゃったじゃん、うん、俺何も学習しない。使用する流派を選択してください。これ開幕楽場あるぞ、開幕楽場すんじゃん、これどうするどうする、開幕楽場くんじゃん。
これさ、本当セアールさんって感じですよね。あんまりさ、俺あんまりなんだかんだでさ、これ次の一戦で配信出すですねって言うとさ、なんかランカーさんが来るっていうのがもうこの配信のお決まりみたいになってる。はい、SB さんこんにちは。これラスト一戦なんですけれど、ラスト一戦とかなんとか言っちゃったばっかりにランカーさんに当たっちゃいました。これ SB さんに、もう今来てくださった SB さんにあれですね、もう俺がボコボコに負ける様を見せて、そして終わりみたいな、そんな配信の終わり方になりそうですね。いや、これどうするんだ、もう分かんない。落雷、両夫、両夫もな、我だときついんだよ。使用する戦機を選択してください。こちらでよろしいですか。最後はこれゴリラになりたいんですけれど、両夫の方がゴリラなんですよ。ですね、ここで勝ったら神配信なんですけれど、わらわの一番綺麗な、ここで勝ったら神配信なんですけれど、ボロボロに負けるダメ配信にどうにもなりそうですね。リョフはその位置で、うん、知ってる、あそこでさ突撃でやれるのがうまいところで、無理だな。あ、入んねえか。入ってくる、ワンチャン入ってくれればなと思ったんだけど、弾のもどうせ入らないので痛い。うん、ブワーカナ、消えゆく命、こうも入らねえんだよ。しかもリョフトが言う、絶対クオートルマシンが相手にいるから。よいしょ、はい、どっちから攻めようか。で、相手がまあ、中央突破が厳しそうだね。もうリョフトが存在するだけでさ、存在するだけで空を取っていく、あの謎のマシン。落ちなさいとか言われてもさ、もう落ちているも同じなんだよ。よいしょ、はい、どうも勝利へ爆心せよ、爆心のハンサーせよ。よいしょ、で落としてたよね。前期ちょっとそっちに来たか、うん、こっちが再起なのが珍しく腐らない。再起が珍しく腐らない。消えゆく命、リョフ、このがちまちま殴られてるのが痛いな。流派発動、流派発動、地上ダメージ軽減、言うて守れるでしょこれ。あ、そうか、増援警戒か。突っ込め、待って、言うほどバカなっていう結果でもないんだよ。両夫とかいう子を絶対取るマシンだ。堪忍しておくれやす。再起がどうにもない。クソ野郎にゃ、こう取りに行きたいんだ。こうすら無理か。両夫の前にな、いや、戦機腐ってんな、これダメだな。撃つタイミングねえわこれ。道を開けよ。ですが、戦機を立つのはでかいんですけれど、こっから先のプランがないんですよね。さて、
あと10秒で帰ってくるから。あと10秒で相手が帰ってくるから。ほら頼む、戻って。おっと、あーでもそっか、うーんとね、これでね、弾の下がるっていうタスクがなくされたんだよ。弾の下がりっていうタスクを切って、よいしょ、弾の下がりタスクをなくされたのが来たよ。勝利へ爆心せよ、勝利へ爆心モハンアンサーせよ。ここで取り返せなきゃ終わりなんだけれど、ただで死ぬと思うたか。あーダメか、全然入れさせてくんねえな。よいしょ、ダメなのこれ、全然入れさせてもらえねえ。で相手は遠心をじらしていくか、再起警戒だなこれ絶対。しっかり再起をケアしていく。いやうめえな、いや再起警戒、バカな、再起警戒がうますぎる。雲を先、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 人は時を選ばない。戦機をここで打っていくしかない。まあ撃ったからってどうにかなるもんでもねえんだけど。道を開けろ、道を開けろ、道を開けろ。ほら、もう行くしかない。気高く堂々と勝利へ爆心もアナウンサーせよ。いって、いずれ前に突っ張るしかねえんだけどさ。うまい、あれだよな、俺がリュウフ使っていただくと突撃の回数が全く異なる。で相手リュウハムさんも、いやーなんかただひたすらにうまかったな。あれだな、最後絶対戦機読まれてましたよね、あれですよね。相手突撃ラストくっそうまかったですよね、あれ半端じゃなかったですよ、あれ。なんかこれ、まあこの配信はハンドスキルなしでやってる配信なんですけれど、じゃあハンドスキルあるようにしたらどうなるのっていうのをいつもこう配信の最後で分からされるって感じです。やられましたね、これはもうグーの音も出るよこれ。あれですね、まあ安倍の生命入れてるからには呂布対策みたいなところもあるんですけれど、我らと正直生命を打ちたくても打てなくて、正直ちょっとなすすべもなく負けたみたいなところありますね。でまあちょっと負けちゃ、そうですね、さすがにもう強かったですね。もうちょっとどうすりゃ勝てたのかなっていうのが見えてこないぐらいの差でしたね。でまあちょっと、まあ格上のお相手とはいえちょっと負けてしまって悔しいのですが、ちょっと3時が来てしまったので本日の配信はちょっとここまでとさせていただきます。ここまで、ご視聴いただいた方々、またコメントいただいた方々、本当にお付き合いありがとうございます。励みになります。このような配信にはなるのです。あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、このような配信には、あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。このような配信にはなるのですが、また配信活動は続けていこうと思いますので、よろしければ、チャンネル登録やツイッターフォロー等していただければ大変ありがたいです。重ね、ここまでお付き合いいただきありがとうございます。コメントおよびご視聴とても励みになります。
本日はどうもお付き合いいただきどうもありがとうございました。それではちょっと時間が来てしまったので この辺りで失礼させていただきます。どうもありがとうございました。失礼します。